皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校1年生理科、火山の3時間目の内容です。今日は火山の噴火でできる岩石について学習していきます。マグマが冷え固まった岩石を火星岩と言います。火星岩はその出来方によって2種類に分けられます。 マグマが地表や地表近くで急速に冷え固まってできた火山岩と、マグマが地下でゆっくりと冷え固まってできた深成岩です。火山岩は地表や地表近くで急速に、深成岩は地下でゆっくり、この言葉をしっかりと押さえておきましょう。 動画を止めて火星岩、火山岩、新星岩について記入しましょう。本日の学習課題です。火山岩と新星岩の作りにはどのような違いがあるのか皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 火山岩と新生岩の作りの違いをまとめます。教科書218ページを調べて、火山岩の一つである安山岩と、新生岩の一つである花崗岩についてまとめましょう。動画を止めてワークシートに記入しましょう。 まとめることができましたか動画を止めて自分でまとめた内容を確認してみましょう。火山岩を拡大してみましょう。比較的大きな結晶を反射。ガラス質や 小さな結晶の集まりを石器と言います。大きな鉱物が粒のよく見えない部分に散らばって見えるこのような作りを繁盛組織と言います。繁盛組織や繁証は漢字に注意しましょう。繁は一般二繁の繁ではありません。間違えないようにしましょう。 次に新生岩を拡大してみましょう。同じくらいの大きさの鉱物がきっちりと組み合わさっていて、石器の部分がありません。このような作りを倒流状組織と言います。火山岩の半状組織、新生岩の倒流状組織は、 見た目をしっかり覚えておきましょう。火星岩には火山岩3種類、新星岩3種類の計6種類の岩石があります。教科書219ページを参考にまとめてみましょう。動画を止めてワークシートに記入しましょう。 まとめることができましたか動画を止めて自分でまとめた内容を確認してみましょう。火星岩は有色鉱物が多く含まれている玄武岩や半霊岩は黒っぽく。無色鉱物が多く含まれている流紋岩や花崗岩は 白っぽく見えます。最後に火山の災害と火山の恵みについて表示しました。火山が噴火すると溶岩、火山ガス、火山灰などの火山噴出物によっていろいろな災害が発生することがある。火山活動は災害を起こすだけでなく 温泉や景色などの恵みもある。災害と恵みについても押さえておきましょう。本日の学習をまとめます。カッコの中を埋めることはできますか動画を止めてワークシートに記入してみましょう。 本日の学習のまとめを一緒に確認しましょう。マグマが冷え固まった岩石を火星岩といい、火山岩と鎮静岩がある。火山岩は、マグマが地表や地表近くで急速に冷え固まってできた岩石である。作りは繁盛組織である。比較的大きな結晶を半晶。 ガラス質や小さな結晶の集まりを石器と言います。新生岩はマグマが地下でゆっくりと冷え固まってできた岩石である。作りは闘流状組織である。最後に今日の学習の振り返りをしましょう。わかったことや考えたこと、 今後、頑張りたいことを記入しましょう。動画を止めてワークシートに記入しましょう。皆さん、よく頑張りましたね。これで、茨城オンラインスタディ中学校1年生理科、火山の3時間目の学習を終わりにします。またお会いしましょう。